はい、皆様こんにちは、火曜マリノでございます。今日はですね、60代で管理業務主任者というですね、国家資格を取得した方のお話がマネーポストさんに掲載されていたので、これをねご紹介していきたいと思います。マンション管理人としてですね、管理業務主任者を取得して、働いているわけなんですけれども、この管理業務主任者を取得したことによって、住人から信用が厚くなり、働きがいがあるというようなことをおっしゃっていました。で、この管理業務主任者って取得したら何ができるのかってことなんですけど、管理組合と契約を結ぶ際に重要事項説明っていうのが必要なんですが、これをすることができるということなんですね。で、管理会社の人がやはりですね持っているケースが多いそうです。で、この60代で管理業務主任者を取得した方はもともとですね、住み込みの管理人として働いてはいたんですけれども、管理業務主任者がなかったことによってですね、こういう充設なんかもできず、悔しい思いをしたということがきっかけで60代ではありましたけれども取得を目指されたということです。で、実際にですね取得したことによって信用厚くなってですね、働きがいを持っているということなので、非常にですね、資格取得大成功で良かったんじゃないかと思います。で、取得後は理事会の進行なんかもねスムーズにできましたみたいな話なんかも書いてあって、管理業務主任者にフォーカスした記事っていうのはですね、なかなかなかったので面白いと思って今日はね取り上げました。で、管理業務主任者のですね試験はと言いますとですね、令和4年のデータ、最近のデータですと 16,217人が受験して 3,065人が合格、合格率 18.9% ということになっています。これは平成13年からですね、データを見ても合格率 20% 前後で推移していて、毎年ですねこのぐらいの、状況ということですね。で、勉強時間に関しては300時間ほどと言われておりまして、勉強範囲としては民法、建築基準法、マンションの会計設備などのですね広い範囲で出されるということです。で、難易度ここまでこれだけだとちょっと分かりづらいので、他の資格と並べてみると宅建よりはちょっと難しいと思うんですけど、マンション管理するより、難しくないっていうようなイメージぐらいですね。ですので、宅建持ってる方とかもでもですね、管理業務主任者目指して最後ねマンション管理しとるとかいう方も実はいるぐらいですので、気になる方はですねぜひ、管理業務主任者チェックしてみてはいかがでしょうかということでございました。はい、ということで今日はですね、60代でマンション管理士ではなくですね管理業務主任者ですね、これを取得した方のお話、マネーポストさんに載っていたのでご紹介しました。今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。